はい、っていうわけで、綺麗ジョーカーどうもたっくんです。はい、たっくんです、どうも。ってわけで、はい、待ち望んだたっくんの日常日記40回、パチパチパチってことでね、でもね、実はね、この40回記念ないけど、はい、体調がね、はい、ダメですあのね、この今週始まってからね、この金曜日までまたもう仕事が生きてないんだよ。うん、まあね、体調がマジ悪くてさ、悪いっていうか、あんまお腹の調子で、今度で、ね、お腹調子悪いプラス今回お腹じゃない、頭痛も来てでね、何時かな、何時か寝たの、3時半ぐらいから寝て8時半とかそこまで寝てましたね。はい、いやーね、40回記念やのに、何月、今日5月5、何の日かしてます皆さん。そう、子供の日です。今日ね、子供の日やけど、なんかいろいろあったな。ね、今回はね、そう、3時半までやったんやけど、ちょっと12時までってことでね、ちょっともう無理するのも良くないってことでね、帰りまして、で、帰ってご飯食いので、寝ようとした瞬間よ、地震来るといういや、なんか風にしては、そんななーと思って、やっぱ地震やな思った。うん。まあ、俺の地域じゃなく、他の地域の方がやばかったらしい。なんか4回、5回ぐらい、もう余震みたいなのが来とったから、やば思って、いや、俺のとこより、他のとこやばいという。やば思って、石川県やったっけな。まあ、石川県で地名言っても大丈夫か。石川県、やば思って。大丈夫かと思ったわ。ね、もうほんま。ね。ね、なんやろな、現在、まあ、今まで話変わるけど、現在、まあ、体調面って言ったら、なんかちょっと声的にも、なんか喋りづらいみたいな、あるでしょ、なんかちょっと地味に。そう、なんか体なんやろな、なんか体温ってか、そう、なんやろな、あったかいっていうか、ね、現在37度かな、熱測ったら、ありまして、ちょっと熱がこもっとる状態。そう、俺よくね、熱こもるのよ。なんかちょっとなんか喋りづらいと、偉い時ってなんか喋りづらい時あるやん、そんな感じで。今回タクレールあるんだが、どうしようかって迷ってる。やってもいいけど、まあちょっとマジ30分するか、もう今日はなしにするか、もう土曜日でやるかやなっていう、ちょっと今考えてますね、レイロさんに。まあもうマジ金曜日なで、マジでしゃあないんやけど、でね、チャンネル見たら、一人増えてました。81。おーってことで、はい、パチパチパチってことでね。ありがとうございます、ほんと。81人。さあ、目標達成まで、とりあえず、残り19。カウントダウンがね、ちょっとずつ詰まってきてます。わからんな、これ知らんうちに、なんか100ポーンって言ってそう、言ってきそう、言ってそう。100ポーンって言ってそう。まあでもね、まだレイロさんとはほど遠いからね。700人越してるから。まだほど遠い。まだ全然ほど遠い。でもまあ、自分的にも100人いく、3桁いくっていうのはほんま、めったにないこと。なんかここまでに頑張ってんのもめったにないよ。だって昔の俺なんか全然投稿しなかったからね。もう1ヶ月にあるかないかみたいな投稿やったから。まあ、ね、やっぱいろいろね、やってるうちに、まあ、ちょっとずつやろうか、みたいな感じだったね。うん、いやー。気づけば、ね、キャラ伝っていうアプリがあるんですけど、1年半年記念ですね。はい。早いな。でね、まあ、給料日もね、言うて、もう来週、今週月曜日じゃなく、だ次15日が月曜日やから、その次の月曜日がもう給料。だからもう、言うて、この、何時やったっけな。8か。8の月曜日から12。頑張ったら、土日で、その月から給料日。あらと思って、早思って。まあ子供の日やから、まあ子供の日、まあ何人か多分ね、誕生日いると思う。うん。まあ、まあ今日の5月5日のね、誕生日の人はね、はい、おめでとうございます。はい。ね、いい年にしてください。はい。ね、誕生日の人ね。はい。ね、そう、今日ね、一応ね、何人かおるっていうのは知ってるけどね。まあアプリ見たから、ね、
いやーね、まあまあ言われたかったでしょうけど、まあまあまあしゃあないってことが起きてしまってるからね、まあね、しゃあないんやけど、話し合ったけど、うん、まあまあまあね、こういう話はよくない、そこはね、よくないし、まあおめでとうってことは言うときは、5月の誕生日でしょ、5月後の子供の日の誕生日でしょ、おめでとうって言うときは、おめでとうって言うときは、いやー、でね、現在もね、まあ、寝てたんだけど、ちょっとなんか偉さが取れんとんっていう、大丈夫かな、このまま、マジで、あのね、この土日で、このね、土日で直さんと、あかんのよ、マジで、もう休んでなれへん。いや、まあ、休んで、まあ、まあ、無理はよくないんやけど、あ、まあ、マジ、ちょっと、あんま、休められへん。もうね、この、なんか、この、最初5月初めの1週間やん。まあ、もう、まあ、行ってないから、まあ、この、今週から、ちゃんとね、この、30日まで頑張ってば、まあ、ちょっとまた、とりあえずは、あの、ゆっくりすることやな。一番大事なのは。ゆっくりして、まあ、次の月曜日備えると。ね、まあ今日帰ったらね、ちょっとまあアニメ見てたんですよ、コナンね、カラクネ狙いのラブレーターっていうね、まあこれもね、前多分テレビでもやってたな。やっぱね、そうコナン君の映画をね、ちょっと見返したりとか、あとワンピースかな、また新しい話出てからワンピースを見てね、まあそうで、あとあれやな、最近このスバっていうアニメ見てます。はい、異世界系ね、そう今ね2期かな、シーズン2を見てる最中やな、全体的に見てないから、異世界系は多分何個かいっぱいあるからな。で、なんか何やったっけな、あなんか、異世界、何やったっけ、なんていう、異世界に電話ちゃうわ。携帯、何て言うのやったっけな。あれ、なんか、1期俺見たんすよ。で、2期がね、やるらしいから、あ、それも見なあかんな、思って。それ、なんか何個かあるな、見なあかんっていうやつ。まあ、カタラカジ編もな、あの、鬼滅カタラカジ編も気になるし、ワンピースも気になるしな、ワンピースも。これがどうなるんやろなって言って。ギアフィスやったっけ、ギア5じゃなくて、ね。まだなってないしね。で、なんかちょっとずつなんかみんな覚醒しだしてるっていう雰囲気やな。場所で言うたら。ちょっとずつみんな覚醒しだしてるから、もうそれでもルフィもうギアフィスになりそうやけど。もうそろ。そんな感じかな。やっぱね、まあ、偉い時とか暇な時はアニメやな。まあ、アニメ見たり、YouTube 見たりと。感じやな。で、まあ、この今日のタクレル、まあ、この5月5日にね、今現在撮ってるんですが、まあ、多分5月後に、まあ、このね、22期40は多分上がると思う。まあ、上がらなくても、まあ、まあ、5月5日撮ってますよっていうの言ってますし。まあまあ、この元気出ればね、自分単体でもね、またほら、歌ったりとしたいし。でね、で、依頼来てるんでね、エルさんが依頼、恐怖オールバックと、あともう一人。自分のね、あの、おしちゃんからね、心臓から、なんて言うのっけ、まあ、ちょっと長いからって忘れちゃった。まあ、ちょっと名前に見とくんですけど、その2つね、そう、依頼が来てたんで、1つは、あの、面白い気やったけど、その、ね、2個、もう1個の依頼は、これまた、あの、感動系ってきたから、ああ、と思って、そっちもね、聞いとかなあかんから、ね、もうありがとうございます。ね、リクエストっていうか依頼ね。ね、この2つをね、歌えて、またね、ちょっと元気、また元気が出たら歌いたいと思います。はい。またリクエスト、依頼ありがとうございます。いやー、ね、ほんと。ね、まあ、よくちゃんとね、寝て、まあ、元気になりたいと思いますわ。今9分ね。はいはい。まあ、ああ、このマジ、この土日でね、ちょっと元気だね、マジ元気ださんと。ちょ、なんとなくね、こう喋り方してね、ちょっと偉そうやなって多分分かると思う。そう、多分大体日常に聞いて元気に話してるやん。今日はね、ちょっとね、ちょっとほんま、なんとなく偉いっていうの分かると思う。うん。やめてな。ほんま、こっから熱上がるの。もう怖いんやん、それが。俺、それが怖いのよ。まあ、まあ多分、上がってほしくないけどな。分かったら分かったで、もうしゃあない。もうその土日で、まあ、ゆっくりするしかないわ。まあ、だからついね、まあ、話すときに、まあ、まあ、まあ、ついにタクレード取るときにね、元気出れば、はーって言ってね、
安心したってなるから揚げに入れたんや安心したってなるからで、まあ、まあマジ俺癒し配信者やのに、ね、癒し配信者やのにいらなってたら意味ないやないかって話なんやけど、分からんけどね、まあ、でも全然声聞くだけでもあのね元気出るっていうのあるからこの偉いたくんたくん、いや子供の日に限ってな、ほんま偉い誕生日おめでとうだったなあれやな、子供の日って確かな、なんやろ、子供の人はなんかお菓子もらえたり、なんかあれやな、小学校の人はなんかお菓子もらえたり、中学生の人はなんかギフト券みたいなもらえたりするもんな、私はそうやったっす。まあ当たり前けどもらえんけどな、もらえたらおかしいけどなそう子供の日だね。あとなんかたこ揚げじゃねえ、たこ揚げじゃん、あの何やったっけ、鯉のぼりか、そう鯉のぼりな、あげとる、まあまあ見んけどな、あげとる人もおるかも子供の日っていうか、まああのゴールデンウィーク入った途端にあの鯉のぼりあげとる人とかね昔はあげとったけどな、うん、昔はあげとった鯉のぼりは、まあもう今はちんやけど、まあもうめんどくさいもんな、あれめんどくさいっていうか、もう最近はね多分あげてない、うんやっぱ日によってなんか悪いやな、あげる人とあげん人っていうあ11分過ぎたやっぱね、あの話するとね早いですね、多分もう言って15分になったら多分もう10時やと思う、はいいやーね、で恐怖オールバックかな、とあともう一個依頼受けたもう一個のやつは、恐怖オールバックはね短いから歌おうとも歌えるからな、ただね、偉いのに歌って無理やり偉くなったら嫌やしな。ちょっとまた考えとくな、そこは。とりあえずね、2個依頼受けてますんで。また、ね。これまあメンターでたっくんでもあるんち。あ、そのメンターでたっくんはね、その、あの新シーズン、日常日記の新シーズンのね、タックの名探偵タックの日常、その位置を見てくださいねこれは普通の日常日記、まあまああっちもな日常日記とは変わらないけど、まあちょっとね変えていきたいなと思ってちょっとねそんな感じかな、はい、こっちはね普通の日常日記で40さあ次はね50目指そうよ元気なんかもう半々だよな、元気と元気じゃないんか、ちょっとまあ半々やからね、これ半々をねもうまあ完璧元気にしたいから、まあ、ゆっくりしたいね。とりあえずゆっくりします。はい。それが一番です。ゆっくりするというか、寝るんが一番やな。寝るんが。ご飯食って寝る。まあ、これからね、ご飯食うんでね。そう。で寝てたからね。ね、でね、まあ、自分のそばにね、お茶じゃねえわ。水あるし、買った水。まあ、それを飲みながら、薬もね、飲みながら、その、ね、成長剤が飲みながらね。はぁ、ゆっくりしようか。ね。もう、13分かな。はい。でね、なぜかね、何やろ、向こう行ってきたいな、その編集するじゃないですか、これを。これを編集したときに、バグるんすよ。なんかシュッっていう、なんかシュッって、そう、終わるとき、なんかいつもシュッってやって、テレーンってボタン押して終わったんやけど、それが、もう早くシュッって来てんのよ。バグなんかわからんけど、あの、でキャップキャットっていうやつで編集してるんですけど、なんか編集なしならあげれるんやけどな。まあ、別に編集なしってもいいんやけど、なんかシュッてしてティーンってボタン押してるやつがカットするつもりなんやけど、なんかついなんかつなぎ合わせて確認したところ、そのシューがなんかもう7分か6分あたりにシュッてなんかもう出てんの、ずっとそこから終わりまで、なんでなんでもて、そういうのちょっと改善 してほしいな、そんなまたアプリとそのアプリのもしかしたら今回もちょっと編集なしかもしれないね。編集なしかもしれん。まあ、編集するけど一応ね。しては見るけど。うん。あ、でも多分最初は大丈夫なんやな。そっか、どうやったっけな。そっからなんやな、問題は。もし最初はダメやったら、もう最初からもうダメやったら、最初編集者その名前、第40回目ってやつを貼って、で、編集しないやつを貼るしかないわ。まあ、前回みたいに。前回のも、そう、前回のもね、そう、編集せずに上げたのかな。そう、あの、メンタンテータックのやつは。
いやーね、もちろんね、そのバグがあるから、そのアプリに関しての編集アプリ。あ、もう15分いたい。早いな、もう早いわ。というわけでね、はい、15分っていうか、まあ別にね、そう縛りはないんやけど、ちょっとご飯お腹すいたしね。はい、というわけでね、これでね、とりあえず終わりたいと思います。はい、というわけでね、まあおかげさまで、日常日記40と、そしてね、81人、1人増えたところで、ね、ほんまにね、ありがとうございます。本当に。これからもね、はい、まあ無理なくね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、体調面も気をつけながらね。はい、というわけで、81人のね、ファンの皆様、見ていただきありがとうございます。また次の、日常日記41で、41かな。はい、41でね、お会いしましょう。僕のチャンネル見てくれてありがとうなのだ。もしよかったらチャンネル登録するのだ。あと、高評価もよろしくなのだ。目指せ100人だから絶対登録するのだ。